2024年7月22日、イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、GCAP 新型戦闘機の大型模型を展示、なんと F3 戦闘機の翼に異変が起きているとの情報をキャッチしました。今回は、そんな F3 戦闘機翼に異変を詳しく見ていきますね。主翼は、従来のラムダウィングから、デルタウィングへと、変化では、なぜ変化したのか、詳しく考察していきます。まだ見慣れないけど、見慣れると格好よく見えてくるのかな。 YF21 みたいに横に伸ばしの方が格好よかったかも。2024年7月22日から28日にかけての7日間にわたり、イギリスの首都ロンドンからおよそ 50km ほど離れたイングランドのハンプシャー州に位置するファーンボロー空港において、ファーンボロー国際航空ショーが開催された。ファーンボロー空港をメイン会場とするこのファーンボロー国際航空ショーは、フランスの首都パリで開催されているパリ航空ショーと並び称される二大航空ショーの一つとして、世界中の航空関係者から注目を集めている。ファーンボロー国際航空ショーとパリ航空ショーとは、相互に隔年で開催されており、今年2024年は前者の開催年にあたったわけだが、そこには、総数で、世界の航空関連企業およそ1500社が出展を行ったと報じられている。今年2024年のファーンボロー国際航空ショーには、日本からは、三菱重工業社、スバル社、川崎重工業社等を筆頭に、合計で14社が出展を行っており、これらの企業が、すべて合同のスペースに集められて展示を実施した形である。そんなで、今回のファーンボロー国際航空ショーで、ひときわ大きな注目を浴びたのが、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を推進している GCAP、グローバルコンバットエアプログラムについての展示だった。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発予定の有人戦闘機は、これまでにも、昨年2023年3月に、日本の千葉県の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023において、大型の模型が展示された経緯があった。この時の幕張メッセでの DSEI Japan 2023で公開された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の大型模型や、従来の CG 等で作成されたイメージ図と、今回展示された大型模型とには、大きな違いが確認された。それは、今回のファーンボロー国際航空ショーで公開された大型模型は、イギリスにおける GCAP グローバルコンバットエアプログラムの主管企業である BAE システムズ社が展示したものだったが、主翼が従来の形から大きく変更されていたのだ。ここでの GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の主翼の形状はデルタウィング形式となっており、従来までのラムダウィング形式から改められていることが一目でわかるものとなっていた。BAE システムズ社側も、今回展示した GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の大型模型の形状について、空力特性をより改善するために主翼を拡大し、それに伴いデルタウィング形式となったと説明している。従来までのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更したことにより、主翼の面積は確実に広がったため、その分の容量を燃料や兵装の搭載量の増加に充当する狙いがあると、多くのマスメディアが報じている。燃料搭載量の増加は、切れば、側機体の航続距離の延伸に直結することが予期され、兵装搭載量の増加は、単純な攻撃力の増加と、様々な用途に対応するマルチロール型戦闘機としての作戦行動の幅の拡張に寄与するであろうことは想像に難くない。ただし、こうしたデルタウィング形式へと変更したことによる利点と場別に、主翼の面積そのものが大型化したことによって、機体のステルス性能が向上したのか否かについては、賛否両方の見方があるのが正直なところである。ただし、BAE システムズ社では、今回のファーンボロー国際航空ショーで GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の大型模型を公開する前の2024年7月、東京で行った事前の説明会で次の前置きをしていた。それは、
GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機がデルタウィング形式となるのか否かについては、現時点では最終的な確定事項ではないとするもので、あくまでも構想段階だと述べていた点だ。ただいずれにせよ、こうした GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の主翼をデルタウィング形式とした大型模型が、今回のファーンボロー国際航空ショーで披露された意味は日本にとっては小さくないと思える。それは、一応、これまでの日本政府、防衛省のスタンスが、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機開発においても、自国主導を標榜していた点との整合性にあるように個人的には感じられるからである。少なくとも、今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の主翼をデルタウィング形式とした大型模型をファーンボロー国際航空ショーで公開した点からは、その主導権はイギリス、そして BAE システムズ社にあるように映る。こうした展開は GCAP グローバルコンバットエアプログラムの主要開発拠点がイギリスの首都ロンドンに置かれることが決まった頃から日本の一部では指摘されてきたわけだが、その傾向は、なお、一層現実味を帯びたようにも思える。もともと、日本は、太平洋戦争後、アメリカ以外の国との主要兵器の共同開発を行った経験もほとんどない上、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機で代替する予定の、F2 戦闘機開発の際にも、機関部の国産化が困難という課題を抱えていた。これに比して、イギリスの BAE システムズ社は、ユーロファイタータイフーンにおいても、その企画設計から中心を担うなど、プロジェクト管理の経験が豊富で、さらに、同国のロールス・ロイス社にて、機関部開発でも中核を担ってきた経緯がある。もっと言えば、イギリスは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの前段とも言うべき、テンペスト計画を、イタリアとスウェーデンと進めていた経緯があり、日本側が、これに互いして自国主導を貫くことはかなり難しいであろうことは当初から指摘されてきた。そのため、個人的には GCAP グローバルコンバットエアプログラムのことに有人戦闘機の開発においてイギリスが主導権を握ることは避けられないと感じいるが、せめて現行の F2 戦闘機を代替させる上で必須の対艦攻撃に関する使用は揺すらない姿勢を貫いてほしいと感じている。一方で、イギリスの政界は、2024年7月4日の総選挙の結果、労働党が勝利を勝ち取り、スターマー新政権が発足したため、それまでの保守党のスナク政権が進めてきた国防に関する政策や、軍の装備品の計画をそのまま継続しない可能性が高まったと目されている。こうした見方は、大手マスメディアであるタイムズ紙を筆頭に、スターマー新政権が、従来の国防政策を見直す動きに出る可能性について論じており、軍事予算は、対 GDP 比で 2.3% から 2.5% へと増加させるものの、内容についての変化が指摘されている。実際のところ、イギリスのスターマー新政権が、いかに、軍事予算の配分を改めるのかに関しては、来年2025年の上半期に、公表予定の軍事予算の見直し作業の結果を見ないことには判断できないが、GCAP グローバルコンバットエアプログラムのあり方に変化が生じる可能性も報じられている。GCAP グローバルコンバットエアプログラムについてのマスメディアの報道は、極論としては、スターマー新政権が、その実施を白紙撤回する可能性すらあると、示唆しているものまであるが、さすがにそこまでは至らないのではないかと個人的には思う。しかし、当のイギリスにおいては、長期化するロシア・ウクライナ戦争の行方も加味し、ロシアとの戦争が現実味を帯びてきているとの認識も増加しており、その対処には、将来的な計画よりも、既存の戦力の増強に予算を分配すべきとの見解も見て取れる。